旗が見えたら泳いで逃げて。ウォッチモチョジャパンへようこそ。今回は私たちが選んだワンピース最強の海賊団トップ10です。俺行ってくれ。頂点まで行ってこい。あの超大作に登場する海賊団をそれぞれの強さと悪名高さを元に格付けしていきます。今回は革命軍などの軍事化組織や金獅子海賊団のような映画のみに登場するクルーたちは対象外です。それとロックス海賊団も若い頃の白ひげ、ビッグマム、そして百獣のカイドウという堂々たるメンバーが所属しているので除外します。ここでは後悔の恐怖として個々のキャリアにより焦点を当てていきたいと思います。お前若いのによう知っとるの。ロジャーの前は間違いなく奴らの時代じゃった。第10位、ファイアタンク海賊団。 This is crazy! Something is flying out of his chest! 海賊とマフィアの犯罪の領域は正反対に思えますが、カボネベッチと仲間のギャングたちはその2つが融合できることを証明しました。特に悪魔の実で体を要塞に変えることができ、大砲も取り揃えているなら完璧です。I don't know how that power works, but I think I'm starting to see why they call him the gang. 根っからのボスと言っても過言ではないベッジのファミリーはなかなか手強い相手です。銃撃戦でも強い彼らですが、ビッグマムの傘下に入っている時も上に登り詰めるために彼女の首を取ろうとしたのです。ママのことは必ずパパが助けてあげまちゅからね。第9位、ハートの海賊団。キャプテン会いたかった。名前の通りトラファルガーローは多くの人々を魅了してきました。死の外科医の医療を持つ彼、最悪の世代の中でも控えめな方かもしれませんが、近年で最も需要の高い悪魔の実の一つを食べたので、間違いなく力のある存在なのです。これで終わりだ。その能力として彼は敵を自由に改造できたり、自分の命と引き換えに相手に不老手術を行うことができます。それと彼の船にはカンフーが得意な白クマベポがいることも忘れちゃいけません。作戦に支障が出ると困るな。第8位、ドン・キホーテファミリー。ここにちょうど血の気の余った女が一人いる。ベビーファイブとバッファローをそっちへ迎えに行かせる。こんな友達がいたら王国を乗っ取るなんて簡単なことです。ドフラミンゴは糸を使って敵を引き裂いたり操ったりできるため、王家七部会の中でも最も強い一人として目立っています。堕落した意志を見せるのはエリートの幹部たちだったり、そのうちの一人は言葉通り動く山になることもできます。この王の大地ごとぶっ潰してやる。ラオジーやグラディウスのように多数の戦闘員を倒した普通の幹部でも弱いだなんて到底思えませんし、敵を人形に変えたりすることのできる能力を持ったシュガーがいたりなど、彼らの存在は悪夢そのものです。ドフィーの狂気は全てを。第7位、麦わらの一味。主人公が7位にランクインするとは複雑な気持ちかと思いますが、私たちは今後ルフィや仲間たちがさらにレベルアップして上位に上がっていくと思っています。今だって異色揃いの調整員たちを笑うことはできません。ウソップ、チョッパー、ナミなど弱いと言われるメンバーたちも近年ではレベルを上げています。ものすごい足技を持つサンジや世界最強の剣士を目指すゾロ、それに最近で言えばジンベイなど、彼らと今戦うのはタイミング的に良くないでしょう。なぜならこの人たちに非常に力のあるあのルフィも加わるんですから。ルフィは負けるたびにさらに強くなって帰ってきているのです。総勢5600名の子分がいりゃ晴れて大海賊の仲間入りだべ。第6位、黒ひげ海賊団。ここは海賊たちの楽園だ。最初の頃のマーシャル・ディ・ティーチは忠誠心のある部下たちとかなり強力な悪魔の実の能力を持つ殺人犯でしかありませんでした。
そんな顔を持ちながらも、それは世界を覆すほどの脅威ではありません。しかし彼はインペルダウンを襲撃し、そこにいた犯罪者たちを解放し、自分の仲間にしたのです。言ってくれるじゃねえか巨大化できる能力を持った男や、これまで投獄された中でも最も悪名高い女海賊、殺人に情熱を燃やす海軍刑務官、そして他にも正気でない人たちがこの一人の男のもとに集まったのです。時が経つにつれ、彼らはどんどんと強くなっていきました。残りの白ひげの乗組員たちを倒し、その人物たちの能力をも奪ったのです。悪い予感は的中だ、月光モリア。いい能力を得た。第5位、ビッグマム海賊団。城を解除したぞ。40人以上もの子供を持つビッグマムをバカにするのもいいですが、事実、覇気を使える他の海賊団よりもより一層パワフルな子供たちが取り巻いていますから、やめておいた方が良さそうです。トットランド女王として君臨するビッグマムの子孫であるスウィート三小生。そして中でもカタクリという名の男性は大変手ごわいのです。もちろんビッグマム自身も侮れません。彼女のお茶会を邪魔しようもんなら、あの巨大な体と強力な力で引き裂かれてしまいます。機嫌が悪かったらさらに魂まで。処刑を始めようか。第4位、赤髪海賊団。来い、俺たちが相手をしてやる。お酒と楽しい時間を過ごすことが大好きな彼らは基本的にまともな人たち。でももし彼らにとっての大事な人を傷つけたとしたら、瞬きする前にやられてしまうでしょう。片腕がなくともシャンクスの強さは別格で、白ひげと対面で戦うこともできるのです。マリンフォード頂上戦争はここに幕を閉じ。彼の仲間も同じように並外れた力を持っており、ウソップの父親のヤソップの狙撃の腕は周りにいる敵をしっかり狙って倒すことができますし、ベンベッカマンは銃を構えるだけであのキザルを不安にさせてしまいます。近い将来、彼らが大暴れする姿が見られますように。もうすぐ会えそうだな、ルフィ。第3位、百獣海賊団。不屈の闘志か虚勢か知らねえが、俺を睨みつけてきやがる。あんなに強いカイドウのような男に部下の船員たちが必要なのか分かりません。幾度かの自殺や処刑から傷をほとんど受けず生き延びた彼、他の人からするとかなりの脅威なのですが、彼の実力は様々な困難に立ち向かってきたあのルフィを倒すことができるくらいなのです。雷鳴発見。それに加え、彼の持っている悪魔の実の能力では竜に変身することができます。闇社会に広くコネがあり、現時点でも最強の部下を持っています。これだけ聞けばなぜオロチに狙われたのかも分かりますよね。お荷物はこのクイーンのバカ一人で十分だ。第2位、白ひげ海賊団。みんな、白ひげとエースの悲劇的な死により、この伝説の海賊の影響力や力は大幅に減少したのは事実ですが、私たちは彼らの輝いていた時代に焦点を当てることにします。海の巨人であった白ひげ、彼が自身の拳で得たものは周りからの波紋ではなく、仲間の海賊たちからの熱い信頼と愛でした。副市長マルコやダイヤモンド・ジョズ、リトル・オーズ・ジュニアに秘剣のエースなど強者が彼のもとに揃ったのも納得がいきますね。彼らのように素晴らしい仲間たちは他にいないでしょう。動画の続きをご覧の前に、ウォッチモジョジャパンのチャンネル登録と通知オンを忘れずに。通知の頻度はお選びいただけます。第1位、ロジャー海賊団。かつて海を支配していた海賊団とゴールディ・ロジャー、
時代を築き上げたその海賊王は麦わら帽の元の所持者であり、すべての声が聞こえ、間違いなく誰よりも素晴らしいひげをしている人物です。栄養にやらねえと海賊やってる意味がねえだろう。ワンピースの土台を築いた彼の行為やレガシーを語る上で、仲間の海賊たちのことも忘れてはいけません。シャンクスとバギーはオーロジャクソン号で新しく冒険を始め、後にルフィのメンターとなるシルバーズレイリーがどうなったかは言うまでもありませんよね。オデンが彼らの仲間であった時は彼らが最も強かった時のようで、他の海賊が見つけられなかったジョイボーイのお宝も手に入れることができたのです。そんな彼らの力は相当なものでした。よし、教えてやろう。いかがでしたか？あなたの好きな海賊団はいましたか？コメントで教えてください。ウォッチモジョジャパンの他の動画もご覧ください。チャンネル登録もお忘れなく。